こんにちは、兼業主の兼です。今日はミニチーズドッグの作り方を紹介します。このミニチーズドッグは、フライパンで入れたチーズにウインナーを乗せて巻くだけの美味しくて作るのが楽しい料理です。濃い味でビールやハイボールにも合いますし、子供も喜ぶ味付けになっています。みんなでワイワイ作るのも楽しいので、ぜひグループキャンプでお試しください。それでは早速作ります。まず、弱火でフライパンを温めます。もしくっつきやすいフライパンであれば薄く油を引いてください。そしてウインナーを入れ軽く焼き目がつくまで炒めます。ウインナーを端に寄せ半分に切ったとろけるチーズを焼きます。お好みで黒胡椒を軽く振ってください。チーズに大きな膨らみができたらその部分を焼きにくいのでヘラなどで潰してください。チーズの泡が小さくなり、焼き色がついてきたら、ウインナーを端に乗せます。そして、ヘラを使って、ウインナーにチーズを巻くように、コロコロと転がします。チーズを剥がしながら、ゆっくりとウインナーを転がすのがコツです。コツさえつかめれば簡単にできますし、作るのがとっても楽しいです。そしてお皿に盛り付ければ完成です。チーズの香ばしい香りがたまりません。おいしい。ウインナーにチーズの濃厚な味わいが加わり、かなり濃い味付けです。その濃い味がビールやハイボールに合い、いいおつまみになります。また大人から子供まで喜んでもらえるので、ファミリーキャンプやグループキャンプにおすすめ。簡単で作るのも楽しいので、ぜひみんなでワイワイと作ってみてください。レシピは概要欄にまとめてありますので、ぜひ参考にしてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れるような料理を紹介しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回。バイバイ。